おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のジョー太郎、相方はリゾットだよ。かかってきやがれ。ブロッキングによる高い防御性能で近接戦闘はもちろん、中距離から距離を詰めて接近戦に持ち込む能力にも長けている本キャラ。しかし今シーズンに登場したウェザーの遠距離デバフ攻撃は、ガードしてもダメージは無効化できるものの原則と視界不良効果は付与されてしまう。デバフ効果を無効化できるボルナレフやディアボロと違い、ガードを頼りに距離を詰めようとすると足を遅くされて自分の前に持ち込むことができなくなるので注意が必要。てめえ、ぶっ殺す。やっつけてやるぜ。お、プレイヤーのホルホースだ。開幕にトミオさんの店を漁ってシールドは確保できているのでガンガン仕掛けていこう。とはいえこの地形で逃げる射撃キャラを追いかけるのは結構骨が折れる。こっちを見ろ。俺は誰だろうと容赦しねえ。逃げてる。惜しい、が2発命中。アイテムを漁っている時間もなかったはずなのであと1発かそこらで落ちるだろう。いい気になるんじゃねえ。始末してやる。逃げる必要はないな。あの同じカラーのホルホースがペアか。しかし関係ない。俺はやると言ったらやる男だぜ。てめえ、ぶっ飛びな。おら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 。かわいそうとは全く思わん。てめえがかかってこなくてもやるぜ。おらおらおら。死にした。やれやれだ。ホルホースペアを撃破したがすかさず新手のプレイヤーが来たか。外でダウンさせたホルホースのチップをかっさらわれてしまった。しかしまあチップはお互い必要最低限確保できたしダメージも最小限。シールドを集めれば後半も十分戦えるだろう。さて開始から2ペア脱落して残り6人。残っているのはジョウスケ奥安ペアとさっきチップをかっさらっていったダブルウェザーペア。ウェザーペアが後半のコスト不利なジョウスケ奥安ペアを遠距離から攻撃している状況だな。向こうの戦闘が激化したら横槍を入れる心構えだけはしつつ様子を伺おう。時間切れのようだ。離れろ。どうやら向こうの蹴りはつかなかったようだ。周囲の建物は一通り漁ったがシールドが満タンにできず余計な消耗もしたくない。終盤のエリアも決まったのでポジションの確保最優先だ。ウェザーがいつやどくカエルを降らせてくるかわからないのでしっかりしのげるよう建物を抑えよう。よし、ここなら長時間安全を確保できるし侵入されても迎撃ができる。すぐに奴を見つけないと。てめえこら。俺はお前に近づかない。間合いを取ってんじゃ見よタコ。お、ジョウスケがウェザーに仕掛けに行ったが奥安は透明の相方に気を取られている。さらにジョウスケがアルティメットを使って戦闘が激化しだしたぞ。ヤドクカエルも降ってきそうだな。ウェザーリポートは天候を操る。たまげたぜ。危ない危ない。横槍を入れようと突っ込んでたら大ダメージを受けていたな。くそ。行くぜ。よし、ギオンが見づらいがしっかり残りの相手の動きを見極めよう。くらえメタリカ。あとは俺に任せな。つぶどこだ。気配でわかるぞ。スターペラチカザワールド。俺が時を止めた。オラオラ。奴が回り込んでくる。パワー比べをしてやるぞ。やられるわけにはいかない。なんだ、聞こえねえな。オラ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 。防ぎきれない。撫でるだけか。ウェザーリポート。なんだ、くそ。もっと口開けてでかい声で喋りやがれ。時とめでタイマンに持ち込み近接戦闘で仕留めて勝利。近距離戦にさえ持ち込んでしまえばウェザーのリーチも消耗が激しいヘビーレインも用をなさない。後半のエリアは紫外線の戦闘が苦手な相方のリゾットでは苦しそうだったが、途中奥安を引きつけてくれたおかげでジョウスケ奥安ペアがいい具合に消耗してくれた。限られた状況下で覚悟を見せてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。今度の相方はウェザーだよ。さてまずはこちらがチップ1枚でブロッキング解放、相方に2枚でアルティメット解放を目指したいところ。しかし前方にプレイヤーが複数いて動きも活発なのであまりダービーの資格は取れそうにない。まずはお互い1体ずつ回収したら早いところシールド集めに切り替えてプレイヤー戦に備えた方が良さそうだ。ウームシールドも十分とはいかないか。確保のためにプレイヤーを狙っていきたいところなので相方からバリアをもらう時間も惜しい。相方が投資アイテムを確保したので動きを合わせて攻めていこう。
小さな天候というものもあるんだ。なんじゃそれ。逃がすわけにはいかんな。相方が奥安にヘビーレインを3発命中させた。一気に追撃しよう。おら、待ちな。この奥安様をコケにしやがって。思ったより反撃をもらってしまったが奥安をダウン。これで少なくとも相方のアルティメットを確保できるはずだ。雲のスーツだ。グッド。さて奥安のチップは2枚か。こちらのアルティメットはまだだが相方は一発目を解放できた。しかし体力に余裕がなくこれ以上シールドを確保するのもおそらく難しい。ここからはより慎重に立ち回って消耗を抑えていった方がいいな。ざっと見たところ射撃タイプはいないようだが道中リゾットを見かけたのでどこかに潜んでいる可能性がある。見たところこの辺もアイテムは残ってなさそうだし、攻撃や牽制は相方に任せて私は周囲の警戒をしよう。さて残りは10人か。大部分のプレイヤーは正面方向の住宅地にいるようだが向こうは安全エリアの範囲外。ここら辺を押さえておけばいずれ消耗した相手が出てくるはずだ。お、向こうでリゾットがアルティメットを使ってる気配がする。まずい、最悪だ。なぜこんなところに。ぶちかます。矢のパワーを。ウェザーリポートは何。ウェザーリポート。危ねえぞ。こいつまさか。下がっている。おら、まずい。リゾットがいたが攻撃を外した。もし相手がまだアルティメットを持っていてぶち込まれたらこの体力では収集がつかなくなる。こちらを狙っていたウェザーは相方がカウンターで矢毒ガエルを決めてダウンを奪ってくれた。死んでもらう。野郎が吹き飛ばせ。蹴りをつけてやる。な、翔太郎。出よう。おら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 。お呼びじゃないぞ。メザーリポート。よし。勝っていた。俺は勝っていたのに。この鮮やかな色は自分を食べるなど警告を発するための色だ。乱入してきたハイディオ様を時止めで撃破し、すかさずチップを確保した相方が矢毒カエルを振らせて隠れていたリゾットを撃破し勝利。ハイディオ様がロードローラーを持っていたらヤバかったので使うか殴るか微妙な距離で時を止めたがうまくいった。強敵だらけで物資も乏しく私も相方もギリギリの勝負だったが、なんとか制することができてよかった。苦境の中冷静な状況判断で勝利に導いてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。